どうした、坊主。ずいぶん濡れてるな。他に犬はいないようだが、母親はどうした？首輪もしてないな。もしかしてお前も一人なのか？シャドルのことを調べたら必ず帰ってくる。それまでそいつのことよろしく頼むな。この旅が終わっていつかここに帰ってきたら、あいつに名前をつけてやろう。首輪も買って、そして俺はもう一人じゃなくなるんだ。シサガット、たった一度の戦いであんたはふぬけになっちまう。あれほどの強さを誇ったあんたが今じゃ剥製の虎だ。ジャガーも虎も同じ、牙を失えばそこで死ぬ。ダラダラと生き恥をさらす男は犬にも劣る。まさかあんたはそれまで忘れちまったのか。ムエタイファイターとしての誇りを忘れ、己の牙を折った人間を友と呼ぶ。あんたがそんな男になり下がったのなら、このアドンが渡してやるぜ、インドってやつをな。いいにしてもつまらん仕事だぜ。ベガに押し付けられた仕事があんなデグ人形の監視とは。身代わりだかなんだか知らねえが、悪趣味にも程ってもんがあるだろうがよ。だが待てよ、あれだけの手間と時間をかけて作っていた人形だ。その上わざわざこの俺様に見張らせてるってことは、人形には何か金になるネタがあるってことだよな。匂うぜ、金の匂いがプンプンするぜ。こいつはうまくいけば意外に掘り出し物かもしれねえな。偉くなる方法、ダンが教えてくれた。俺、世界格闘大会で優勝する。優勝したらみんな俺のこと偉いと思ってくれる。きっとママも嬉しい。いつも俺をかばってくれる優しいママ。みんなが俺を怖がっていても変わらないママ。ママ、俺、ママを幸せにしたいんだ。ママが俺をそうしてくれたみたいに。絶対偉くなって迎えに行くからね、ママ。だから俺のこと待っててね。そう、彼の遺体も。つまり、シャドルを追跡していたチームは全滅したのね。もちろん、潜入捜査はこのまま続行します。ええ、分かっています。はい。はい。了解。では、シャドル、そして SIN。奴らの殺した人間は数知れない。
恐ろしい力と兵器を持ち、人の命など何とも思っていない組織、貢献力をものともしない影響力も持ち合わせている。けれど彼らが忘れていることは、この世に永遠はない。どんなものにも必ず終わりの日が来るのよ。見ていなさい、セス、そしてシャドル。私があなたたちの幕を引いてあげるわ。死んでいった仲間たちのためにもね。しばらく来られなくなるんだ。せっかく仲良くなれたのに残念だけど。元気でな、シャドル。 SIL、 くだらぬ野望のために人をただの物のように扱う奴。今度は格闘家を集めるための格闘大会だと。お前たちのやっていた悪事を暴き出し、今度こそ崩壊させてやる。そしてジル、お前は必ず私がこの手で仕留めてやる。 SIN に傷つけられ、さらわれた姉妹たちのためにも。そう、大会の背後に SIN が。この間のジュリの件といい、やはりあいつらの影はまだ消えていないというわけね。あの恐ろしい兵器ブリースを作ったセス、彼を取り逃がしてしまった時から、いつかもう一度会うことになると分かっていたけど、まさか格闘大会を開くなんて。 SIN がシャドルの関連企業である以上、どこかで父さんの手がかりが見つかるかもしれない。父さん、あなたのことを知りたい。たとえもう会えないのだとしても、どんな風に戦い、どこで最後を迎えたのか知りたいの。そして見ていてね、必ずあいつらの野望を防いでみせる。もう誰も父さんや私のような思いをしなくてもいいよ。ちょっと出かけてくる。なに、気が向いたら戻るさ。悪党どもを倒せば皆が幸せになるはずだ。俺もあいつも。だが現実はどうだ。幸せな生活ってやつから俺はいつの間にか取り残されちまった。争い事のない、誰も殴り合ったりせずに済む街。バカバカしいぜ。平和な街を求めて戦ったはずの俺も、一番そいつに馴染めねえとはな。まったくつまらねえ、何もかも。俺は、そうか、あいつが現れたってことは、しばらくは退屈しのぎができそうだ。最強流ではただいま門下生募集の強化キャンペーンを実施中。あの超有名な天才格闘家響き弾が作った最強流、女子高生からブラジルの超人まで、門下生も世界中に広がる、まさに今一番ホットな格闘技だ。圧倒的な実力のみならず、人格、容姿からもファンの多い響き弾。その指導を直接受けられるこのチャンスを見逃すな。今ならなんと入会費の半額が。おさらになんと、申し込みの際にこの広告を見たと伝えれば、最強流 T シャツ1枚と高枝切りバサミもついてくる。 T シャツを着て庭木を切れば近所の奥さんにもモテモテだ。さあ今すぐ電話。ああじゃなかった、直接道場まで来てくれ。ボーダーライン反応微小、さらに震度下げます。先行震度 1.4 1.6 1.8、 MBR 領域到達を確認。
神拘束の解除を開始。いや苦しいの？消す消してやる。全部。ヘイ、要は挑戦者？それともレモニーにたかりに来たチンピラかい？ま、どっちでもオーケーさ。はたきのメスだけだからね。カモン。おう、もう終わりなのかよ、ベイビー。ユーのリズムじゃ全然乗れないよ。もっと俺をホットにさせてくれよ。これは世界格闘大会。これは面白そうだね。村の水をせき止めたという者たちがつけていたというマーク、あれはシャドルのものに似ていた。だとすれば、一度は滅びたはずのキャツラが生き延びて暗躍を続けているのかもしれん。この力は神のもの。万象の一部に住みぬ人間のために使うことは本来許されぬ。水は命の源。それを断たれて苦しむ衆生を救うためにはやむを得ぬ。炎の神アグニよ、どうかお許しください。私はあの者たちを守るため再びこの拳を振るいます。世界格闘大会、強者と戦うこと自体はいつも魅力的なものだが、しかしこの招待状の文面からは紳士的なものが感じられた。この庭にはそろそろ新しいバラの株が必要なようだ。出かけるにはちょうど良いタイミングなのかもしれん。ではミスターウォッチ、この招待状に出席の返事を出しておいてくれたまえ。あの車を取り戻すまでの気分転換になるといいのだが。おかしいの。確か相撲をワールドワイドにするためにはまずアメリカと思うて船に乗ったはずじゃったが、ここは一体どこかの。まあよしとするか。世界中に相撲ファンを増やすにはまずは実物の迫力を見てもらうこと、そして何より楽しんでもらうことじゃい。さあ誰でもいいからかかってきんしゃい。何人かまとめてきてもええぞ。なあ相撲が始まって以来初の一人海外巡業じゃ。この調子でどんどん世界を回って相撲ファンを増やすぞい。最強の格闘家のための最強のメニュー。誰もが憧れるその料理への道は果てしなく遠い。行く手に立ちはだかる幾多の苦難、あまたの試練。だが全ての偉業には必ず壁があるもの。それを乗り越え打ち砕き、かっ飛ばしてこそ真の男なのだ。ある時は無理解と戦い、ある時は言えなき非難に耐え、そしてまたある時は
アミーゴと徹夜で語り合う。もちろん、どんな戦いの後でも相手に料理を振る舞うことを忘れない。熱き志と熱き友情があればどんなに遠い旅路でも辛くはない。そうだ、俺は必ずたどり着くだろう。夜空に輝くあの最強メニューの星へと。撮影中にスタッフを襲った男たちの素性、スポンサーにかけられた圧力の源、問題になった脚本と酷似したスキャンダル、全ては同じものを指し示している。軍事企業 SIN、 そしてその CEO セス、人を傷つけ脅し、勝手な意思を押し通す者たち。心配をかけてすまん、監督。だがこんな悪事を知って一人で安全な場所に隠れていることなどできん。撮影再開までには必ず戻る。スタッフにもそう伝えてくれ。闇の中、我を取り巻く亡者殿の声。またこの夢か。愚かな。どのような憤りも怨嗟。この世にあらざる者の意志ごときでは我に傷一つつけることはできぬ。無様に敗北し、己が命さえ守れなんだその時に、お前たちは我に挑む資格を失った。戦いが我が命、し合うことこそ我が定め。この聖ある限り、負け犬に過ぎぬ死者などに指一本触れさせる我と思うぜか。ひたすら一途に脇目も振らず道を歩む竜。さまざまな状況にしなやかに適応する剣。性格はまるきり正反対の二人だが、修行時代から不思議に馬は合っておったな。久しぶりに見たが、その関係は今も変わらんよ。しかし困ったものだ。あいつらの戦いを見ておると、この腕が早く戦わせろと騒いでたまらん。さて、そろそろ行くか。昨今は若い格闘家も随分出てきたと聞く。腕に覚えのある猛者たちが多く集う大会とやらもあるらしい。機会があれば二人がどれくらい強くなっておるか直接試してみるのも悪くはない。楽しみだ。お前がいなくなってから何年経っただろう。一度は復讐を果たしたつもりでいたが、奴はまだ生きている。そして自分たちの野望のために他人を傷つけ続けている。奴の汚い野望のために犠牲になった人間は数知れない。捜査中に連絡を絶った警官や軍人は優に及ばず、シャドルによって人生を破壊された市民はどれほどの数になるか。そしてシャドルの関連企業だった SIN にさらわれて姿を消した多くの格闘家たち、彼らにも家族や友人がいただろう。ナッシュ、俺はお前に誓う。必ず奴らの組織を滅ぼし、今度こそ真相を暴いてみせる。もう決して
奴らの好きにはさせない。ふむ、せっかくの月を何やら不穏な気配がしているようでござるな。この町では最近腕自慢の強者どもが相次いで姿を消しているとか、人を傷つける武器を商う組織や念用な目を持つ女も跋扈していると聞く。表に出ない被害者はどれほどの数に上るのか。世界の覇権が誰のものになろうと、長き歴史より見れば所詮歌方の夢のごときに。しかし人の世を乱す輩であれば放っておくわけにはいかぬ。その歴史を騒がす世の断りに反する、都心流の名にかけて、いざ尋常に。おい、おいから待たんかい。お前一体誰の許可もろてこんなとこフラフラしとんじゃこら。ここがトルコの油王ハガン様の敷地やっちこと知らんとは言わせへんぞ。お、まさか我今流行りの産業スパイってやつか。ジャカマシはその手に持った紙が何よりの証拠や。ただの開門メモみたいに見せとるけど騙されへんぞ。それほんまは暗号なやろ。引いてチロチロ炙ったら下からジーとかってできよんねやろ。さては次の公式オイルのザネロトルよその油屋がうちの成功を探らせによこしやったかな。しっかしほんまスパイまで出てきよるとはようもせえやわ。自分とこの作った公式オイル使って大会に優勝するっちゅう夢をこの程度でわしが諦める思ったら大間違いや。こうなったら守りより攻めや。もっともっとええ油作って誰にも真似できひんようにしたる。よっしゃ燃えてきた。早速世界油めぐりや。大したものだ。また一段と強くなったな、エレナ。何かしら。キカ。お前にも聞こえたようだな。お父さん。先ほどシャーマンが来てな。最近妙に木々が騒ぐそうだ。死を生み出す者たちが世界中に悲しみの種をまいていると。死を生み出すもの？おそらくこれを主催している企業のことだ。エレナよ、族長としてお前に命ずる。戦士としてこれに参加し、世界に何が起きているのかその目で確かめてくるのだ。父さん、そんな危険なものにエレナを。分かったわ、兄さん。大丈夫よ。うん、お前ならきっと答えを見出すことができるはずだ。頼むぞ。うん。マッドギア残党による勢力争いと思われます。188と196は現場に向かってください。繰り返します。ガンズバックストリートで集団による抗争事件が発生。あいつを出せ。ほら、大きく立派に育ってるんだ。
お前もジャガイモみたいになるんだよ。おい、聞いてんのか、デカブッツ。さっさと起き上がれ、この野郎が。お前、ジャガイモをバカにするな。世界一が誰なのか見せてやる。ママ、俺でっけえジャガイモになるぜ。うわあ。せっかくの合宿がどうして霊山か樹海の二択なの。旅先の出会いが楽しみだったのに。こんなのどっちも出会えるのは幽霊だけじゃない。冗談じゃないわよ。乙女の青春は一度しかないんだから、私にだってかっこいい人と出会う権利があるんだから。あ、そうだ、合宿に行ったふりでちょっとだけ遊びに行っちゃおうっと。バレながらいいアイディア。あ、サライ、私合宿はちょっと遅刻して途中から合流するから、うまくいっておいてくれる？あー、そこをなんとか。お願い、サライちゃん。うん、ありがとう。お土産買ってくるからね。よし、かっこいい人見つけるぞ。おい、最近の仕事何なんだよ。ガキの使いじゃねえんだからよ。あんまり退屈だと余計なことしたくなるんだけど、あたしまさか脅したりするわけないだろ。そんな面倒なことする必要ねえんだよ、あたしはな。ああ、なんだ、そういうのがあるならさっさと言えよ。格闘大会ね。一応聞いとくけど、クソ面倒な決まりなんかはねえんだろうな。ああ、ならいいや。わかった。ルール無用の真剣勝負ってわけだ。楽しい祭りになりそうじゃねえか。ああ、こっちは順調だ。それよりそっちの検査はどうだ。そうか、よかった。体には気をつけろよ。階段を降りるときはなるべく。いや、でもな、昨日読んだ育児本に。わかったわかった、もう言わないよ。ああ、俺も愛してるよ、イライザ。また電話する。子供、嬉しいけど、まだどこか夢でも見てるみたいな気がするな。実際生まれてくれば実感も湧くんだろうけど。最初は俺もお前もただの格闘家だったな、リュウ。俺はあれから夫になって、今は親になろうとしている。立場は変わっても、気持ちは修行時代と同じつもりだったけど、これからは違うのかもしれない。リュウ、俺は今変な気分なんだ。変わることが怖いような、楽しみなような。お前ならどう言うかな。会えるのが楽しみだ。フン、フィフティーン名、我が野望の歯車でしかないデク一匹、しばらく使えれば腹の底で何を考えていようと構わんと思っていたが、ここまでの行動を起こすとはな。それにあの女、やつめ、いつの間にあのような手駒を手に入れおったのか。逆らう者は、たとえ虫けらであろうが全力で叩き潰すのが我が流儀。せいぜい後悔させてやろう。自分が何者なのかを忘れ、
人形の分際でこのビガ様に逆らったことにな。古い古いとは思うちょったけんど、まさかコロード古いとは。このままじゃいかん。早う道場をどうにかせんと、床板も畳もみんな腐ってしまうちや。この世界格闘大会というがには世界中の猛者が参加するらしい。その上どうも賞金も出るとだ。うちの目的にぴったりじゃ。よし待ちおれよ。組織が潰れちまってからパッとしねえな。金がありゃ例のでかいイベントに行くんだけどな。はい、楽しんでる？今時プロレスごっこなんて流行んねえよ。それより踊りや兄ちゃん。プロモーターの私に恥かかせんじゃないよ。ここが正念場だ。根性を見せな。なこと言ったって、あれさ、俺たちだけじゃ体が持たねえよ。うっ、ソドムの兄貴も足洗って焼き鳥屋始めたって噂だし。どいつもこいつも。男がガン首揃えて何言ってんだい。おおいいぞ、うどれうどれ。遠慮はいらないよ、かかってきな。ここに行きゃ生きのいいのがわんさかいるってわけだ。こいつらをみんなスカウトするこんなうだつの上がらない人生、今日でしまいさ。あたしにはとっておきの計画があるんだ。世界を救済する軍である。今後戦線はさらに拡大するであろう。そのためには戦力の大増強は急務であると言わざるを得ない。さあ、たった今諜報部より急報が入りました。世界格闘大会を主催する軍事企業 SIN が兵士の能力を飛躍的に強化する装置を開発し実験段階に入ったとのことであります。貴様ら聞いたであろう。戦力増強のチャンスである。これより標的を世界格闘大会および SIL とし、能力強化装置を強奪する。この一戦に我々の総力を結集するぞ。総員突撃。何度占って答えは同じだった。あの男に挑むために必要なのは愚者のカード。意味するものは自由と始まり、無謀と幻滅。あの男を一時的に止めることはできても、完全に勝つことは私にはできない。あの男、ベガと同じ業を持つ私には、このカードの宿命を持つ人間は一人だけ。
星の示す時が来るまで彼を行かせてはいけない。彼を守り、導き、そしてベガを倒すために必要な手助けをする。それが私の最後の務め。ふぅ、格闘大会ってのはなんつう遠いところでやるんだ。これじゃ行くだけで痩せちまって俺のチャームポイントが減っちまうぜ。あ、そうか、これもしかするとあの野郎の陰謀かもしれねえぞ。なあ、そう思うだろキャンディ。そういえばあいつ昨日も影武者をよこしやがって、まったくどれだけ汚い手を使ったら気が済むんだ。あんな野郎が全米一だなんて、あ、じゃなかった、元全米一だったなんて考えるだけで腹が立つぜ。まあもっとも今は俺が一番なんだけどな。いやいや、もちろん俺は全米一なんて狭い器に収まる男じゃないぜ。全米どころか地球でも狭すぎってやつ。むしろ全宇宙的、いやいや全この世的ってやつよ。まあ俺はおこゆかしいから普段はそんなことゲップにも出さないんだけどな。お前だけだぜキャンディ、俺のハニー。お前の前でなら普段口下手なこの俺様も素直になってちっと口が過ぎるってわけさ。おーっと、そんな熱い瞳で見つめないでくれよ。思わず汗で手が滑っちまうじゃねえか。まったくお前は全米一、いや全地球一、いやいや全宇宙一にいい女だぜ。短い言葉で言うなら超ベラボーにホットでゴージャスで、とにかくもう最高ってやつだ。それはそうと、そろそろなんか飲みたくなってきてねえかハニー。だろう、なんつってもこの暑さだもんな。よし決めた、次に見つけた店で昼飯と行こうぜ。にしてもさっきから全然店見ねえな。つうか考えてみりゃ朝走り出したから建物見たっけ。なんか見てない気がするぜ。人はどうだハニー。猫は、そうだな、うん、俺も見てねえ。牛、ああ牛はいたな。そういえばで、どんな田舎なんだっつうの。おかしいな、ガソリンスタンドの店員確かに言ったよな。まっすぐ行ったら四つ角があるから白い犬がいる方に曲がれってな。言ったよな。そら確かにあの犬は道の真ん中に寝ててちょっと分かりにくかったけどよ。それにしても仰向けに寝る犬ってどうなんだよな。ハニー、な、そういやあの店員金髪じゃなかったか。いや、もしあれはケンマスターズの野郎だったんじゃねえか。そうだ、野郎大会で戦ったら俺様に負けると思って小細工しやがったんだな。くそー、よくもこの俺様を騙しやがったな。世界格闘大会がまた開かれる。あの SIN が大会の開催者だと聞いた。今回何か裏に企みがあるのかもしれない。それなのになぜか懐かしい気持ちばかりがするな。いつも戦いを懐かしく感じるのは、俺が子供の頃からずっと戦い続けているからかもしれない。戦うことで語り合い、戦うことで理解してきた。言葉よりももっと深いつながりを。今回もたくさんの格闘家と会えるはずだ。古きとまだ見ぬ挑戦者たち、その出会いこそが真の格闘家への道を俺に示してくれるだろう。昇竜拳に倒されたあの一度の敗北が俺を変えた。初めは怒り、そして屈辱、それから焦り。強くならなくては、勝たなくてはという思いばかりが募った。幾度も戦ううちに少しずつ何かが見えてきたような気がする。勝つこと、負けること、戦うことの意味が、俺は知りたい。戦いの真実を、この傷を熱くする闘志の向かう先を。竜よ、お前には今何が見えている。25日、あれ、今日のメニューは乾パンランニング100周、腕立て500回、背筋500回、腹筋500回、スクワット800回。あと何したっけな。あ、そうだ、全部の乾パンにモップかけと、全員分の夕ご飯作りと、それと響さんとジミーさんと甲板長さんとで腕相撲大会。
あれは楽しかった。私強くなってるかな。あの頃なりたいと思ったみたいに、ちょっとでもあの人に近づけたのかな。この空の向こうにいるあの人に。世界格闘大会、そこに行けば会える。待っててくださいね、龍さん。もうすぐ行きますから。そしたらまた私と戦ってくださいね。ジュリカ、あの力、あの目、あれはただの女格闘家ではない。目に入るもの全てを食い殺そうとしている獣だ。この私も含めてな。だが、だからこそ自分の利益になる間は私を裏切りはすまい。力を得るためなら自分自身をも作り変える女だ。法を犯すことも、他人を傷つけることもためらわず、自分の欲望を満たすためなら手段は選ばない。そういう意味では、あの女と私は似ているのかもしれん。いや、実際にはそうでない人間の方が珍しいのかもしれんが、法や建前を取り払ってしまえば、人類を動かしてきたのは欲望だ。そして純粋に欲望のために生きることこそが人間性なのだとすれば、他者の望みや夢を力で踏みにじって欲望を満たす者、この世で悪と呼ばれる者こそが人間の本質を最もよく体現していることになる。私がそれを倒すということは、すなわち私が新しい本質になるということだ。新たなる時代、新たなる悪。獣を処分するのはそれからでも遅くはない。最高はまだ半ばだが、それでもこの聖地が復興していくのを見るのは嬉しい。村人が少しずつ増え、子供たちの声も日増しに大きくなる。長老は私に族長の地位を与えるという。若輩者の私に。だが私は族長にはなれない。なぜなら私の心はまだ許せていないからだ。ジュニアを助けられず、未だに彼女を失ったままの自分を。待っていてくれ、みんな。私は必ず失ったものを取り戻し、この聖地へ帰るだろう。ベガの人形か。あのような醜い体をさらに改造までして使用するとは、相も変わらず理解しがたい趣味だ。だが、肉体を作り出すというシステム自体は悪くない。私のこの美しさと強さを完璧に再現することなど、神にさえ不可能だとしてもな。醜い者どもよ、お前たちの力は私がいただこう。史上の美を永遠のものとするためにな。嫌な予感がするな。兄貴のことだからこっそりついてくとか言いかねないぞ、これは。やっぱり。俺も興味ないわけじゃないからいいけどさ。実際あのチュンリーさんの戦う相手なら見応えも十分ありそうだ。俺はじい様たちと兄貴以外に負けたことがない。だけど外の世界にはもっと強いやつがいるはずだ。この旅でそんなやつと戦う機会があるなら、俺も試してみたい、自分の力を。
まった。そういうことになるんじゃないかと思ってたけど。しかし、あの姉さんが戦う相手って一体どんな敵なんだろうな。やっぱかなり強いのかな。この町の連中に負けるの見たことないから、少なくともそこいらのチンピラとは比べ物になんないはずだよな。どうも、ヤン。ちっと面白そうじゃねえ。大丈夫大丈夫、とっそりついてってちょっと覗いてみるだけだって。ま、向かってくるやつがいたら相手してやらないでもないけどな。という雪だ。これでは国を出ることもできない。急がねば世界格闘大会に遅れてしまう。誰にも邪魔はさせんぞ。このザンギフ、必ずや大会に出場し世界最強の座を手に入れてみせる。どんなに小さくとファンの声援には全て応じるのがレスラーの義務、そして喜び。待っていろよ少年、史上最高の試合を見せてやる。プロレスとこのザンギエフこそが最強だと言ったお前の心に必ず応えるからな。